今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第3話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。いやー、始まって5分でこのスバ感、やっぱりいいわ。めぐみんの服は本当にエロいな。でパンパンセバスチャン予備のカズマをアニメで見られて本当に良かった。萌えアニメになっとった。侵入しか勝たん。非語欲をかき立てられる可愛さだったわ。アイリス様にお兄ちゃんって呼ばれちゃったら仕方ないよな。カズマってロリコンだったのか。ダクネスやアクアに全く反応しないのはそれが理由か。3期はララティーナ推しなのか。天丼ギャグ展開かと思いきや、パン1星座で説教されるカズマさんには笑ったわ。やっぱアイリスは可愛いな。もう2クールでやれよ。やっぱり安定して面白いな。羊といえば、セバスチャンだよな。俺としては2期でカズマとダクネスがいい雰囲気だったのが好きでダクネス推しだったんだが、映画を経て3期では露骨にメグミンといい雰囲気になってるのでそこだけがちょっとだけ残念というか寂しい。劇場版でメグミン、2期でダクネス、4期でメグミン。もしも4期までやってくれたら俺はこれ以上ないくらい満足だわ。ダクネスといい感じだったのなんて背中洗わせたくらいじゃないの。アクアは選択肢にすらないのか。メグミンは生まれが悪かっただけであいつらのコミュニティから離れれば普通の娘さんだからな。マジの変態の二人とは違う。やはりカズマさん最高だな。今回も面白かった。アイリスやダクネス周りの話はこのスバの中でも物語性ある展開なんで特に好きだ。単発で終わらず次に繋がっていくのはアニメだとさらに良いな。絵的にはアクアとメグミンが漫画肉を握ってるデフォルメが好きかわいい。メインヒロインのアクアがすげえ空気だな。アクア様はヒロインというより相方枠だと思う。寝起きのカズマエロくね。カズマはセクシーコマンドを覚えたら無敵だと思う。3話も安定して面白かったわ。金崎総監督の絵コンテ、脚本とクズマさんの熱演でめっちゃ面白く仕上がっとる。コミカライズでもこんなに面白くはない。最後まで映像化されればアクアが一瞬メインヒロインに躍り出る瞬間があるとかないとか。今週も宴会ゲイしとった。貴族の皆さんってもっと金髪だらけかと思ったけど意外とカラフルなんだね。モブ貴族が個性豊かで好き。アルダープの全身の服初めて見たけどズボン短いのとか本当好き。カゴの鳥アイリス、カズマと出会い、外の世界を垣間見る。カズマのくだらない話に目を輝かせる姿が可愛い。お互いに影響を与え合う兄弟のような関係性に胸キュン。アイリスの純真な反応が可愛らしく、ファンならずとも楽しめる話でした。アイリスちゃん可愛いなぁ。こんな子にお兄ちゃんと呼ばれてお願いされたら許しちゃうよね。メイドにセクハラしようとしてたカズマの前に現れる3人。これは恥ずかしいやつ。ここら辺のギャグがまさにこのスバって感じがしてよい。カスマさんはあんなんで案外面倒見が良い。自立心の高い女はボロクソ叩くが依存癖がある女は懐く。カズマさんは天性前知識と料理洗濯掃除が最強。女神アクアは宴会ゲート裁縫服飾でズバ抜けている。結局メグミンとくっつきかけてるしロリコンでしかないな。マイナス印象からスタートだった、アイリス様だったけど、カズマと共に王宮で見る彼女の様子はまだ、幼い少女の印象を感じました。カズマの人間性が今回も、たっぷり楽しめました。いつか、カズマさんがいた客室もこのファンに実装されるのかな？このファンで見慣れた王女だけど、やっぱり広いし綺麗な外観だね。王女アイリスとカズマの物語でしたね。3人娘がいないのでどうしても盛り上がりに欠けますが面白かったです。アイリスは今後カズマやダクネスに影響されて冒険者になるのでしょうか？それはそれで楽しみ。最高にクズなカズマとそして、子供らしい好奇心と王族としての心得をきちんと行動で示すことのできるアイリス。準備会でありながら最高にこの素晴らしいこのスバを堪能できました。ダクネスを助けるためのカズマの行動は最高にクズで最高にかっこいい。アクアとメグミン、揃いも揃って残念すぎる。ダメだアイリスタンが可愛すぎて辛い。お城暮らししたいだけのダメ神様さすがです。アイリスタンのおねだり可愛い。恥ずかしそうに扉の陰に隠れながらお兄ちゃん呼びするアイリスタンが思考すぎる。アイリスは、エッチなお話がとっても気になるお年頃。
見事なアイリス展開でした。何ですかこの可愛すぎる生き物。モードのカットも可愛すぎて100点満点中100億点満点です。この作品、もはやアイリス展だけいれば十分楽しいのにそれ以外もちゃんと面白いから困るんですよね。あのド M で有名なダクネスがド S に、今回もめっちゃ面白かったー。ダクネスのいろんな面が見えて最高。そして思惑が大外れしたかわいそうなカズマ、自業自得。やっぱり、できればアイリスにはカズマのパーティに加わって貴族討伐に行ってほしいけど、それは叶わぬ夢だろうな。お兄ちゃんって呼ばれたい。なんだ、アイリス王女はすごく素直で良い子やん。カズマをテレポートしたりするからわがままでいたずらっ子かと思ってたんだけど寂しさの裏返しなのかもね。アイリスにお兄ちゃんと呼ばせるカズマ、念願の妹キャラがすごくいい。優雅な生活をご満悦、毎朝半脱ぎから始まるのキモくて草、大人気なクカツマでゲームする、そんなクズマさんだけど今までわがままを言えなかった。アイリスが彼に惹かれるのが、面白くも良い話だったな。今回もめっちゃ笑いました。アイリスが思ってた以上にいい子で可愛い。自分の中では他3人を押しのけて一気にトップになってしまったかも。アイリスの時折見せる大人びた表情も良きですが、年相応になれるようカズマには頑張ってほしいですね。アイリスが尊すぎる。アイリス王女の可愛さに溺れるカズマ。純真な王女とおバカの対比が面白い。今回終始アイリスが可愛かった。そしてドアを開けたらララティーな展開はすごく好き。アイリスの遊び相手という名目での、ぐうたらヒモニーと生活を満喫。ほんと、クズマだわ。けど面白いのがすごいよな。今回も面白かったな。1話では失気すると言ってたのに、3話で堕落しきってるし、貴族は一体どんな奴が出てくるか楽しみだ。アイリスいつでも食べられるようにブドウ頭につけてるなんてクイージー発展な。ダクネスが急に S 要素混ぜてきたがいつの間にそっち方面に行けるようになったんだ。アイリスはこの先もうずっと甘えてくるからな。本当によくできた妹だよ。カズマ、アイリスちゃんに何を話してるの？変態ダクネスの話は教育に良くない。この男ダメなようで、息苦しい思いをしてる彼女を脱力させてあげるけうな人なのだ。さらにクズさも余すところなくさらけ出す。さすがは我らが主人公だ。王女アイリスが可愛い。王女だけど全く気を使わないカズマがいるから、よりアイリスが可愛く見えますね。チェスをして怒るアイリスが可愛かったです。もうアイリス可愛すぎ。マジで今週も面白すぎやろ。定期的に来るカズマのイケボムーブ好きすぎる。今回もダクネスとのやりとりが良かったわ。安定な面白さでアイリス王女が可愛いでしたね。あの4人が揃うとやっぱいいですね。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第3話に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。